この成分は通常のセラミドよりも約15倍保湿力があるって言われてるんです。チキチキこんにちは、表参道ヘアテスト、アイアンマリです。今回は宿毛矯正をかけた後に使うべきおすすめの市販シャンプーベスト3について紹介していきたいと思います。くせ毛で悩んでる方で宿毛矯正をかけている方ってたくさんいますよね。宿毛矯正をした後の髪の毛ってもうサラッサラツヤツヤですっごく綺麗なんですけど、実はめちゃめちゃ傷んでるって知ってました？なので宿毛矯正後に使っていくシャンプーってすっごく重要で、宿毛矯正の効果を長持ちさせるためにも大切なポイントになってくるので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、では説明していきたいと思います。まず宿毛矯正の仕組みについて簡単にお話ししていきますね。髪の毛の中には鎖状につながった骨があると思ってください。人間でいうあの背骨みたいな感じですね。人もこの背骨を曲げたり伸ばしたりって姿勢をキープしてると思うんですけど、髪の毛もこの骨がどういう形をしてるかによって形が変わってきます。つまり癖毛の方っていうのはこの背骨がぐにゃーっと曲がった状態っていうことですね。で、宿毛矯正っていうのはこのぐにゃーって曲がった背骨をまっすぐピーンと矯正するものになります。まず一剤と言われるお薬でこの骨をなくしてふにゃふにゃな状態にします。で、次にこのふにゃふにゃな状態の髪の毛にアイロンを通してまっすぐピーンとした状態にキープします。で、最後に2剤を使ってこのまっすぐになった状態の骨をがっちり固める、この形でキープさせる、こんなイメージです。一度骨をふにゃふにゃにして作り直す、これだけのことをしているので当然髪が傷んでないわけがないですよね。しかもアイロンを使って熱処理までしているのでかなりのダメージが髪に蓄積されているって思っていてください。で、基本的に宿毛矯正をかけた後は約24時間ぐらいはシャンプーしないでくださいって言われてますね。これはなぜかというと、宿毛矯正をやる中で最後につけた骨をふにゃふにゃにしてまっすぐピーンってこの状態をキープするためにつけた2剤がしっかりと効果を発揮するのにそれくらいの時間がかかるんですよね。で、その24時間の間の不安定な状態の時に髪の毛を洗ってしまうとキューティクルが開いてそこからどんどん薬剤が流れていってしまって、もうしっかりした効果が発揮できないんです。むしろ張り腰がなくなったちょっとふにゃっとした髪の毛になってしまうこともあるので要注意ですね。で、24時間後の耐えた後に使うシャンプー、これもとても重要になってきます。ダメージしまくりの髪の毛にはいかに優しく、そして補修成分の優秀なシャンプーを使うというのが重要になってくるので、今から市販で売られているシャンプーの中からおすすめの3つを紹介していきます。まずは第3位、無印良品エイジングケアシャンプーです。市販って聞いてドラッグストアってイメージしていた方がいたらすいません。でも無印良品って割とどこでもあるし、そもそもこのシャンプーがすごく優秀なので選ばせていただきました。このシャンプーの洗浄成分はココイルメチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチルアラニンナトリウム、コカミドプロピルベタインです。洗浄成分としてはしっかりと洗浄力がありつつも低刺激な成分を混ぜることによってアミノ酸系特有の洗浄力をカバーしつつマイルドに洗い上げる仕様になっています。で、何より優秀なのが保湿成分ですね。スーパーヒアルロン酸と呼ばれるアセチルヒアルロン酸や保湿の持続性が高いリピジュアまで入っていて、これでもかってぐらい髪を保湿してくれます。そしてセラキュートが入っていることで髪に張り腰を与えてくれるので、宿毛矯正でペタッとしがちな髪の毛に張り腰を与えてくれる優秀なシャンプーです。ただ最初にも言ったようにドラッグストアで買えるものではないので、近くに無印良品がない方には少しお求めにくいシャンプーになるのかなと思って第3位にさせてもらいました。でも成分は本当にすごく優秀なのでぜひ使ってみてください。続いて第2位、ボタニストダメージケアシャンプーです。こちらの主な洗浄成分はコカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンナトリウム、ココイルメチルタウリンナトリウムです。ベタイン系のマイルドな洗浄成分がメインになってくるので宿毛矯正後の敏感な髪の毛にも優しいシャンプーですね。このシャンプーには補修成分としてペリセアが配合されていて、ペリセアは各層の内部に浸透して皮膚のバリア機能をしてくれたり、髪の毛の中まで浸透して髪の強度や張り腰を与えてくれるものです。なのでこちらも宿毛矯正後のシャンプーにはもってこいかなと思って第2位にさせていただきました。そして第1位はじゃん、
エイトザタラソーシャンプーです。こちらの洗浄成分はココイルメチルタウリンナトリウム、ラウラミドプロピルベタイン、コガミドプロピルベタインで、アミノ酸系のシャンプーよりは少し洗浄力があるものの、マイルドに仕上げた髪に刺激の少ないシャンプーです。で、このシャンプーの特徴が3種類のセラミドが配合されているところです。セラミドは髪の保湿力に優れた成分で、ダメージヘアには欠かせない成分といってもいいくらいなんですけど、そのセラミドの中でもかなり保湿力の高い天然人型セラミドまで配合されてるんです。この成分は通常のセラミドよりも約15倍保湿力があるって言われてるんです。さらに髪のキューティクルを補修してくれる成分も入っているので、宿毛矯正後の髪の毛にはめちゃめちゃ合うシャンプーかなと思います。はい、以上が宿毛矯正後に使うべきおすすめの市販シャンプーベスト3の紹介でした。宿毛矯正後の敏感な髪の毛にはその後に使っていくシャンプーまで気を使ってあげると長くサラサラなストレートヘアを楽しむことができるので、ぜひ参考にしてください。また今回のこと以外で髪について気になるお悩みがあれば、髪に関するほとんど全ての内容が過去の500本以上の私の動画の中にあると思うので、こんな感じで検索してみてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントをお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。